後だよ。だから試合を見に行ったのが初めてだから、その前からみんなのは知ってたけど、はい、それでずっとその右側だったら右側のチームを応援してたから、そのコートをピッチャーチェンジ分かんなくて、なんか色違うねとかって、いけーとかって言ったら、かわいが、静かにしてください、サーコさん、やばいっすよ、ここ、ここ、ベルディですって、ベルディは左か、え、右じゃなかった、それぐらいだった。それはダメですよ、ね、それはダメですよ。いや、当時はアッコさん、日本代の合宿に乱入してきて、外出禁止なんだよ。それなのにカズさんとラモスさんとかみんなで今からカラオケ行くぞっつって、いや外出禁止ですってのにホテルの会議室を開けさせて宴会場でカラオケの器具を持って、外出禁止だから OK だね、ホテルでそこでみんなでカラオケカズさんとかラモスさんでやったぐらい、あまり関わっちゃいけないかもしれない。でもそれできたんすか。できたの。できた。だって外出禁止の宴会場だから。私は私はそれらしいお金は全部アコさんが、それはどうなの家ですか。ほらでもいやダブルダブルの家でもね、ダブルの家その会議 の, あの会議場あの宴会場 の,、はい、あの使用料を全部アコさん払ってくれた。わあかっこいい、相当な額のアコさんが、ね、それぐらい貢献してた。いやいや本当に頑張ってほしかったし、はい、それでねこんなこと言うとあれだけど、なんで大人がね、はい、そんな外出禁止みたいなバカみたいなこと言って、本人が頑張ればいいことじゃない。外出もなんか関係ないじゃん。じゃあもうホテル私が行く分にはいいでしょって。ホテル私も入れんだから。ほんで行ってまだミーティングしてるっていうか、ミーティングまで待って、はい、そのまあカラオケでも行って発散しようっつって、それはすごかったね。宴会場借りたのはいいんだけど、うまくいったのは空いてたから。宴会場にカラオケマシン持ってきた時に何百人も入る宴会場にね、カラオケマシンとマイク2つだけどんだけ怖いか当時ラモスさんと三浦和義さんとか俺とか北澤君4人であんなつまんないカラオケで記憶がある。だからそれでその記憶がすごい。いやそれはすごいからね。そこの記憶はねありますね、昔の。いやでも頑張ってほしい。考えられないです。もう今の日本代表の環境を考えると、もう僕たち絶対外にまず出れません。出ない、ね、出ない、はい、外出ない。なんでの？警備の方がまずいるんですね、うん、で僕らあの家族ですら面会禁止されてるんですよ。あそう。え、なんで？やっぱりこうサッカーにやっぱ集中してほしいっていう環境を作ってますんで。え、外国なんか奥さんとかいる方が安心とかって言うけどね、野球とかの場合は。もうサッカーも違う。家族じゃみんなあれなんだ、結構家族会えないですよ。会えないんだ、来たけどちょっと顔見るぐらい で今回もワールドカップ期間中に家族来てましたけど、選手側からすいません家族と会う時間を作ってくださいっていうことで、もうほんと何時間かっていう限定されて、限定されて、はい。そういうのどうなんだろう、ちょっと考えた方がいいかも、ね。まあ、もしかしたら今後もやり方変わっていくかもしれないですけどね。はい、だから距離を置いてアッコさんと付き合った方がいいな。何ですか。そうですね。結局ちょっと行きましょうか。はい、これロシアワールドカップのオフィシャルソングですね。はい、ニッキージャムフューチャリングウィル・スミス&エラ・イストフ・レフィー。